エウラ溜まってる？溜まってる？よし。そこの長押しジャッジメントキャラチェン。ナイス。どんぐらい入った？原神やっぱおもろいわ。戦ってるだけでおもろいもん。あ、653万ダメージ出してる人いんの？エウルワで。それはあれだよな。螺旋のさ、3枚のカードの中から1つを選ぶのじゃってあるじゃん。螺旋の祝福。あれで、元素爆発のダメージプラス 20% とか、回心率 7%、回心ダメージ 15% アップのカードとか、防御力下がる代わりに攻撃力アップとか、であと螺旋がそもそも、エウルワが接待されてる物理ダメージがアップするような11層とか、それ600万ダメージ出せんの多分期間限定だろう。今は無理だよ。ワールドレコード800万。マジ？すごいね、800万。あ、7層でいけるの？7層ってなんだっけ。雷元素の枠は敵の雷元素を利用して超電導の枠を開けてたんだ。すご。編成はロサリアとか入ってる？ベネットは絶対入ってると思うけど、最強だから。回心ダメージ 125% アップ。すんご。無駄な努力をやめて。原神楽しんでるな。そういうのの話は好きだわ。好物です。